信の振りをしています。冒頭で見た調子に何か慣れてるだけするで。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかったって連れてくるなでも泣く飛ばしてる耳にいたりしたのに結婚直後初めて豚を持ち仕事かとでも楽しなかった家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった見てみたいにポツはかからなず死んだふりをしてるのはあの頃の二人に踊りたいからか僕にはわからない見てみたいか僕を待てる妻の演技にルポートか僕が二人を愛の形ならばそれがそれでありだろう見てみたいにポツはかからなず死んだふりをしています今日はどんな死に方してきるのか期待して駆けるとは